いつもご視聴いただきありがとうございます。今日の話題は MLB 大谷翔平の残留のためなら何でもする。盟友トラウトが明かした熱い思い。今年は必ず。プレオフ。進出を誓う。についてと海外メディアの反応です。現地2月15日、ロサンゼルスエンジェルスの大谷翔平とマイク・トラウトが、米アリゾナ州テンピでキャンプイン。両友ともに初日から登場し、調子の良さをアピールした。そんな中、マイク・トラウトに記者たちからある質問が殺到した。それは、大谷翔平の今後はどうなるかというものである。23年シーズンで FA となる大谷の去就は、すでに様々な憶測を呼んでおり、一部ではエンジェルス対談も囁かれている。そうした中で答えを求められたトラウトは、俺は残留のためなら何でもする、と答えたという。地元紙、ロスエンジェルズ・タイムズなどが報じている。翔平は、自分にとって正しいと思う選択をしなければいけない。彼がアナハイムに留まることが正しいと感じたらそうするべきだし、そうではないと感じるなら留まるように説得する。できる限りのことをするつもりだよ。そして、トラウトは9年ぶりのプレーオフ進出に向けても意欲を示す。翔平がここに来て6年目になるが、まだ俺たちは一度もプレーオフに出ていない。今年勝たなければいけないと盟友である大谷と共に、頂点を目指したいと熱い思いを打ち明けた。また、3月に開催されるワールドベースボールクラシック WBC では、米国のキャプテンを務めるトラウト。日本と米国が互いに勝ち進めば、同僚対決も見られるかもしれないだけに、WBC ではライバルになるから、今は翔平から少し距離を置いているんだよ、と冗談交じりに語った。本大会が間近に迫る中で、2人は少しずつ緊張感を高めているようだ。世界を股にかける野球の祭典まで残り1ヶ月を切った。3月8日に開幕を迎える第5回ワールドベースボールクラシック WBC だ。実に6年ぶりの開催となる今大会には、各国から数多のメジャーリーガー、それも球界屈指のスター選手たちが参戦する。14年ぶり3度目の世界一を狙う日本代表も、そうそうたるプレイヤーを招集しているが、とりわけ高い注目を集めるのが、WBC 初出場を控えた大谷翔平ロサンゼルスエンジェルスだろう。全20カ国の最終登録メンバーが発表された現地時間2月9日には、アメリカ代表の主将を務めるマイク・トラウトエンジェルスが、公式ネットワーク局、MLB ネットワーク部の番組に出演。インタビューの中で同僚である大谷について聞かれると、センターから見てきたが、彼はリーグで最高の投球を持っている、と称賛した。共にリーグを代表するスラッガーでもあるトラウトは、リーグであの男と対戦したいと思う選手はいないだろう、と続ければ、彼には弱点がほとんどない。頭に浮かばないんだ、と持論を展開。そして、対決できれば面白いものになりそうだ。大きな舞台だしね、と語り、世界最高のプレイヤー同士が対戦する。これこそ、みんなが見たがっているものだ、と、熱き戦いへ胸を膨らませた。また、大谷と同じく WBC 初出場のトラウトは、タフなチームがたくさんいる、と警戒感を示しながらも、米国代表も負けていない、とコメント。クレイトン・カーショー・ロサンゼルス・ドジャース、ポール・ゴールド・シュミット・セントルイス・カーディナルスら実力者を揃えたチームの陣容に、自信満々のようだ。日本と米国が対戦の可能性があるのは、早くても現地3月19日の準決勝以降。
果たして大谷 vs トラウトという夢の対決は実現するのだろうか。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは皆様のご意見ご感想などお気軽にコメントしていただけましたら大変嬉しいです。また見てよかったと思っていただけましたらチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いします。Thank you.